メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。これから2回ファイターズの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。田村がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。さてここはまず何を投げてくるか。ファウルになります。2球目は何で来るか。スライダーが決まります。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。アウトコースへのカーブはボールです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。3番バッター近藤。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。ボールになります。低め、ストライクになります。ツーボールツーストライクです。変化球空振り。バッターボックスは4番中田。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。キレがありますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライクです。スライダー外れます。ボールになります。平行カウント、ファウルになります。次が6球目。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。非常にいい変化球のキレを見せました。リプレイでご覧いただきましょう。素晴らしい軌道のスライダーでしたよね。里崎さん、点差を。アウトコースストレートが決まっています。2球目も見送っています。
めは外れました。引っ張った。サード取った。アウト、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入る。ファウルになります。これが2球目。速いボール、膝元決まってストライク。ノーボール2ストライク。変化球空振り。バッターボックスは7番平沼。初球変化球空振りです。いいまっすぐですよね。はい、低めにストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。ボールになります。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。さてここはどういうピッチングになるのか。際どいコースに送ってストライク。低いところへ決めてきました。ノーボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。際どいコースに投げ込んできました。三振です。まあうまくボール球を振らせましたよね。バッターボックスは9番石井。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って西川。初球ボール。まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対に塁に出したくないですよね。そうですね。低めはこれは入っていました。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。ボールになります。これはどうか。取りました。アウト。これはチームの士気を上げてくれるよ。里崎さん、ここから2番ライト太田。ライト太田打ちました。外崎アウト、ワンアウト。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。3番
バッターボックスは3番近藤。さあまず1球目打ちました。サードゴロです。サード取った。アウト、ツーアウト。バッターボックスには4番中田。初球打ち、この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。今日はピッチャーが崩れてしまったのが一番の敗因でした。手は尽くしてみたのですが、後手後手になってしまったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。